腹すいた。あら、おかえり。早かったのね。ぶどうでも食べる？うん。はい、どうぞ。今日さ、大変だったのよ。どうしたの？おじいちゃんがさ、釣りに行く途中で転んじゃってさ。え、大丈夫なの？うん、軽い捻挫で済んだからよかったんだけど、明日釣りに行くって聞かないのよ。え？ゆびちゃん、明日暇？別に何もないけど。じゃあ、おじいちゃんに付き添ってもらえないかな。え、なんで私が？待って、一人で行かせたら心配じゃない。お母さんが行けばいいじゃん。お母さん仕事なのよ。お願い。ほんと助かるわ。じゃあちょっとおじいちゃんに行ってくるね。おじいちゃん入るわよ。明日ユミちゃんが一緒に行ってくれるってよかったわね。大丈夫だ。誰の助けもいらん。私はおじいちゃんを心配して。余計なお世話だ。じゃあ勝手にすれば。もう久しぶりにやろうと思って。一緒にいい？昔はよくおじいちゃんに連れてきてもらってたね。覚えてる？私が初めてヒラメを釣った時のこと。あの時おじいちゃんが助けてくれたんだよね。ねえ、なんでこの海にこだわるの？もしかしておばあちゃん？おばあちゃんが死んでからだもん。おじいちゃんがここに来るようになったのは。
私おじいちゃんが何考えてるか分かんない。ばあさんはこの海が好きでな、昔二人でよく来たもんだ。え？この海はばあさんによく似ちょ、いつも穏やかで全てを受け入れる広い心を持っちょる。ただ昔ほど生き生きしなくなった。この海を見ていると時々考えてしまうんだ。ばあさんは果たして幸せだったかの。おばあちゃんは幸せだったと思うよ。だってこんなにおじいちゃんに思われてんだもん。カレーだってさ、帰ろう。ああ、おじいちゃん、また来ようね。ああ。